演習は無事終了しました。今後の課題も結構ありそうです。そうか、ご苦労だった。詳しい内容はヤマトから報告があるだろう。はい。それで俺たちへの任務ってのは？うん、火の寺からの使い、いや正確には生き残った者から報告があった。火の寺から？一体何が？暁の二人組に襲撃を受け壊滅したということだ。おそらくは人中力がいそうな場所をしらみつぶしにしているのだろう。あそこには元守護人十二使のチリクがいるはずです。彼はどうなったんです？チリクも奴らの手にかかりやられたそうだ。あのチリクも？バカな。奴らの目的も知りたいが、かなりの手だれだ。身柄の拘束が不可能な場合は現場の判断に任せる。奴らの居場所は不明だが、火の寺にチリクの亡骸は見つからないらしい。言いたくはないが、チリクには。分かってます。裏社会の賞金首になっている元守護人十二使ですからね。監禁所か。5カ所ある監禁所のうち4カ所には別招待を向かわせている。お前たちは残った1カ所、さっきまでの演習で使った森を抜けた先にある監禁所へ向かってもらう。はい。火の国から逃がすな。必ず見つけ出す。行け。敵の居場所も深くて能力も未知数、将棋で言えば棒銀もいいところだな。なんだよ、いきなり愚痴か？そうじゃねえけど、あんたにしちゃ珍しいなって。将棋だとそういう指し方嫌いじゃなかったっすか？今から俺たちが戦おうとしている暁はチリクをやったほどの奴らだ。上手相手に玉を守るためにたまにはこういう指し方もできない。うん。なんかあったんすか？別に何もないよ。ただ今頃になって玉の大切さが分かってきたのさ。そりゃ玉が取られたら終わりっすからね、将棋は。この葉の忍びを駒に例えるなら、指し詰めお前は桂馬だな。じゃあ先生は？俺は何でもない、ただの犠牲駒ってか。なら玉は誰だか分かるか？おかげだろ。俺もそう思ってたけど、そうじゃなかった。じゃあ誰なんすか？お前も時が来りゃ分かるさ。しかまる。分かってる。任務開始。ここから先は倒産。おら、そっちだ、そっちだ。おら、ここから先は倒産。あっ、これでほとんどが引き上げた。なんかギャーギャーうるせえと思って見に来たが、もう終わっちまったのか。暁、なんだてめえら。その腰に巻いてるやつ、もしかしてお前もなんとか十二使ってやつか？間違いない、こいつがチリクをやったやつだ。マジかよ、あんなくせえ監禁所にまた行かなきゃなんねえのかよ。しかも暁はツーマンセルで行動するが、どうやらこいつは今一人みたいだ。今のうちに拘束するぞ。もう一人が来る前にな。いざ尋常に始め。甘いぜ。どうだ。よっと。そうだ。遅いぜ。うわ。おらおら。まだ倒れんなよ。終わったな。どうだ。
まだ続きがあんのか。あいってこいつ、あれだけ痛めつけたのにまだ平気なのかよ。平気じゃねえよ、いてもんはいてっつの。しかまる、そろそろ奴の片割れが来るかもしれない。お前はバックアップに回って辺りを警戒してくれ。了解。人の痛みを知らねえ野郎には神の裁きが下るぜ。いざ尋常に始め。そうだよ、ほら。そうだ、甘いぞ。押しちゃう、そうだ。あれあれ、甘いぜ。あれ、ほら。そうだ。勝者、そう簡単にはやられねえよ。あ、誰だ。ヒダン、監禁所の前で待っているんじゃなかったのか。うるせえ、今それどこじゃねえんだよ。お前が相手にしているやつ、珍しく金に縁があったな。ヒダン、隠せ。てめえは手を出すな。こいつは俺の儀式用だ。金はてめえにやる。それならいいだろう。ってことは俺の相手はあんたってことだな。いざ尋常に始め。決まりだな。アマンガ、そろそろ行くか。せい、忍法影首縛りの術、影縫いの術。めんどくせえな。勝者、桂馬なりの戦い方ってのがあるんすよ。くそ、致命傷は与えられないか。まるで遊ばれてる状態だな。ヒダン、こっちはいつでも終わらせられるぞ。いつまで待たせるつもりだ。うるせえんだよ。だったら手貸せって。最初に手を出すなと言ったのはお前だ。それに今調子に乗って吠えれる立場か。まあ確かに手を出すなって上から物は言ったのは俺の方だが、別にてめえをバカにしたり軽蔑してる気持ちはねえ。ふん、格ず手貸してもらえねえかな。しかまる、こっちも体勢を整えるぞ。蹴りをつける。およ。いざ尋常に始め。どうだ。ほら、引っ込んだら。あまり。こっちだ。ほら、ほら、ほら、ほら。そうだよ。たまれ。どうだよ。ほら。どうだ。あまり。まだ倒れんなよ。終わったな。どうだ。ほら、どうだ。あまりだ。どうだ、どうだ。いやー、ナイス。どうだ。ほら、
見せ。勝負あり。勝者。そう簡単にはやられねえよ。異常だぜこいつら。一体いつになったらぶっ倒れてくれるんだ。俺が突っ込む。隙をついて鎌を持っている方を陰縫いで縛れ。しかまる。少しの時間でいい。すぐにとどめを刺して動けないようにする。それじゃリスクが高すぎっすよ。あんたらしくない。わからないのか。それが今打てる最善の手だ。奴らは俺よりはるかに強い。甘いな。はっ！あっ！何？これで終わりだ。邪神様への生贄だ。条件は整った。これより儀式を始める。てめえはもう終わりだ。やめろ。少しは他人の痛みが理解できたか。早くしろ。こいつもすぐに換金する。うるせえな。最後の楽しみぐらいゆっくりさせろってんだよ。それによあそこにはお前だけ。あ、いざ。なんだこいつら。増援か。しかまる、アスマを頼む。行くぞ天蔵。はい。いざ尋常に始め。甘いぞ。まだ油断はできないな。勝てないよ。これが暁の強さか。天蔵、奴らの気を引いてくれ。あれを使うしかない。わかりました。あまり頻繁に使う術でもないんだけどな。もう少し待ってくんねえかな。これからがいいとこなんだ本当。うん、だから言ってんだろ、もう少しだけだってよ。なんだいきなり。被弾やめろ。ちっ、またすぐに戻る。覚悟はしておけ。あのクソリーダー、今度ぬるってやろか。ったくよ。行くぞ被弾。じゃあな、クソ野郎ども。撤退した。しっかりしろアスマ。今すぐ医療班に連絡を取って。カカシ先生たちがあいつらをやってくれるから。そうか、カカシが来てくれたか。だからもういい。もう俺はここまでだ。それぐらいは自分でわかる。お前は頭が切れるし、忍びとしてのセンスもいい。火影にもなれる器だ。まあ、めんどくさがり屋の思いを嫌がるだろうが、将棋お前に一度も勝てなかったな。玉のあの話、あれが誰だか
教えてやる。玉ってのはな。アスマ、あんた、だから。頼んだぞ。しかまる。間に合わなかったか、アスマ。忍びらしい、最後だった。